はい、どうも、皆さん、こんばんは、モッティーでーす。星のカービィ、ロボモプラネット、残すところ、あと 8% まで来ました。やっていきたいと思います。カービィの 3D チャレンジ!なんだ、何をするんだ。ということで、まあ、残り 8% ですよ。新勝ち抜きボスバトルを、ね、クリアしたんだから、まあ、あとは、ウィニングランみたいな、もんだろ、みたいなことを。思っているは思っているんだが、これあれか64のカービィの時にあったやつか。なんか似たような感じにいろんなことができるみたいな。まあ、そんなとこですかね。よし。まあ、操作方法は学んだ。何をどうやればいいのか、わかんねえけど、もう楽しんでいくしかないな。もうなんだ。3D 空間を駆け回り、すべての敵を倒すスコアタック。ほう。全部倒すのね。B で吸い込み吐き出し、操作して向きを変える。はい。踏ん張り飲み込みもできる。おう、コンボをつなげる。どういうこと?コンボがつながるの。あ、まあ、要はいっぺんにバーってやったり、貫通弾使えばどんどんアップする。おう。ちょ、そこら辺の仕様よくわかんないけど、まあ、やってくか。おや?もしかして微妙に長い?ぷーべ。あ?どういうこと?おう。あ、まあまあまあ、まだあるのよ。あー、コンボ繋がってる。あ、こう、てかコンボ繋がってんだけど。ダメージ食らっちゃいけないって感じなのかな、これ。繋がってるんだか、コンボ。あ、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 とかっちゃった。12コンボ、まんま繋がってる。あ、あ、あ、うえ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 。いいの?いいの?あー、2ステージ目来た。早いね、展開が。なんかよくわかってない。あ。あ、ああ、なるほど。外しちゃいけないんだ。はあ、はあ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 。はく、はくしました。はくしました。つな、なんか、そういうことね。飲み込むか、飲み込むか、吐き出すか。そういうことだ。そういうことか、そういうことか、そういうことか。ああ、なるほど、なるほど。で、ダメージ多分食らっちゃっても、コンボ繋がんねんじゃねえの的な。なんだよ。先に、あ、ちょちょ、いったコッコー。お、いいね。二つ吸えるのはいい。コッコー。余裕かよ。まだいいの。あ、ジャンプ。あ、嘘。あ、ちょ。いっといっつ。ちょ、ブロンドバード普通に外していくプレイング。おし。まあ、こんなもんでしょう。もうちょっとちゃんと見極めてやらないとね。ほんで、これでボス次。いや、楽しいわ。よかった。こっち最後残しといて。バドちゃん、おい。中央に来い。あちょーからの、はい、ダブル吸い込みからの、はいよ、みんな真ん中来て、真ん中来て、そう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 だよ。コッコー完璧でしょ。で、誰が出てくんの?なんか強そうなんだけど。めっちゃ強そうなんだけど、やば。ちょ、コインだけ取っとこう、コインだけ。コインだけ。コインだけじゃないんですかね。ここ?はい。はい。で、撃って、撃つ。はい。いやー、怖い!わかんない!おーしょいー!波動。波動だった。はい、さよならー。イェーイ!吸い込んでいくー!でる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 ーん!そっちかーい。ほんとよかったー。なんか、勝ち抜きボスバトルの方を最後にしてたら、俺カービィ嫌いになってたかもしれないわ。最大コンボ13、星 1! なんだと?スピードクリア、ノーダメージ、フルコンボ。なんだと?なんだと何十回もやらせる気だな。なるほど。そういうのがあるわけだね。ノーダメージでクリアするスピードもあると。でも多分スピードとノーダメージとかスコアとかって多分相入れないと思うんで、まあ、スピードでやるときはスピードで倒すと。ハイスコア、ノーダメージあたりを狙っていこうか、じゃあ。いいですね。で、コンボは最大まで繋げられるように頑張る。よし。トゥットゥルルトゥルルトゥルルルトゥルルトゥルルトゥルルルルトゥルルトゥルルトゥルルルルトゥ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 ルルスッポンポンニッポンポンなんとかかんとかニッポンポンなんとかかんとかニッポンポンなんとか帝国ニッポンポン懐かしすぎあ斜めおーいなんかうまくいったなんかわかんないけどうまくいったいいぞ懐かしいなぁ。そんなもの昔はありましたね。
日本かい。トゥン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 。そう、結構カービィの BGM とかってさ、いろんなあ、やばい、あーちょっ、吸い込むまでに若干の時間を要する。あ、いい、いける、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ちょっとダメージ食らっちゃったなぁ。もったいないなぁ。ダメージ食らっちゃったし、コンボもダメになっちゃってるから、じゃあ、だとすると、スピードキング、狙っていく感じ？これさ、いけんの？あー、いけんの？超えるのね。ほっ！あ、なんか踊ってる。踊っている。コッコーし。いいな。このステージ結構好きだわ。結構このステージ好きだった。よ、そう、行くぞ、二の四。いや、これ楽しくない？なんか。これミニゲームと、あ。ミニゲームとしては割と完成度高い気がするんですけど。は？消えた。はい、三つ吸って。おー、じゃあ倒していく、ブロンドバード。よし、食って。で、ボス。また同じボスか。紫色だな。さっきより、若干、段位が高い。はい、早く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 。はい、はいよ。はいよ。はいよ。じゃ、うわー、あ、それできん、え、強くないそれ。怖わ。終わった。はい、さよならー。終わりーす。結構早かったんじゃないですかね。割と。そうなのか。楽しいな。いいミニゲーム。うん。スピードクリア来た！よっしゃ、コインコンプリート来た！あれコイン、あ、フルコンボとノーダメージは無理だ。あ、そうだね。そうだね。お。なるほど、なるほど、なるほど。いいですね。これでさ、パーセンテージ上がってくのかな？これさ、一個思うこと言っていいですか？進化値抜きボスバトル、あの、超絶難易度で、2% しか上がらなかったじゃないですか。これ、どのぐらい上がるのかすごい気になるんだけど。これでさ、5% とか上がったらさ、ふざけんなよってなるよね。あ、3の5までありますね、今度ね。なんないで、大丈夫だよ、大丈夫。ふっ！よし、綺麗。あー、これむずい。これ難しい。あ、そういう感じ？あー！バドちゃん、いつからそんなもの使えるようになったの？ここ。おー、一発！すごくない？なんかもう、分かりきっているかごとく。まあ、RTA ですけど何かみたいな。いいね。今のいいね。今のちょっと良かったんじゃない？さあ、そして、これ難しい。コッコー！あ、そんなに。そんなに。あ。あ。あ、フルコンボ失敗。あ、フルコンボ失敗察し。コインはちゃんと全部取っていこうぜ。ほっ。あ！飛びすぎ？ワトちゃんが寝てた。あ。飛ばなくていいのか。こいつらは吸えないんでしたよね。爆発する。これさ、ちなみに爆発したらさ、ちょ、ぐだぐだ。ぐだぐだにも程がある。ちゃんと、だから右から壊していかなきゃいけない。はい。バズちゃん吸って、コッコーからの、ワトちゃん倒しーのー。あ、これどうしよう。あ、これね。はい、せーの。違うな。違うな。ワトちゃんが、あ、かわいい。かわいい。なんか、指揮者をやっているような感じの雰囲気を漂わせているからの。極力さ、このブロントパードの位置がわかんない。よし。からの、普通に徒歩っていう。オッケー。飛ばないんですか、カービィなのに。どんどん行くね。どんどん行くね。テンポ早いよ。なんかこの動画すごい、ポンポン、なんかサクサクプレイ。え、これは、あ、吸えなかった！くっそ、マジか。あーずれたー。やばい、あーコッコー。まだまだまだ、なに？いやー、すげえ！めっちゃコンボした。やったぜ。そう、さっきのダメージがいい。つらいなぁ。食らなきゃよかったなぁ。さあ、3の5。きた、この BGM。燃えるよなぁ。やっぱボス戦といえばこの BGM ですよね。
トゥ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 。これさ、ノーダメージってさ、ちなみにさ、この状態はノーダメージに入らないんですかね。あ、やばい、ちょっと待って。ちょ危ない危ない危ない。倒しちゃうじゃなくて。倒しちゃったら、あ、倒しちゃわない。あ、わかった。あ、吸わなくてよかったんだ、あれ。あ、もう一体。あ、よ、あー、ちょ、ブロン、ちょ、ブロン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 。3ダメージ速攻で入れてくるわ。じゃ、これ、飛べるの、あっちゃ、なんか飛べるのがさ、感覚にない。なんだろう。これ、プレイしてる人わかりません？お、来たー！なんか強そうなの、痛そう。めちゃめちゃ痛そう。キャー！強靭だー。なんか飛べるイメージが湧かない、このミニゲーム。怖い。なんで徒歩で逃げてるんですかねっていう。これあれでしょ？背中から、やんなきゃいけないやつでしょ？うち、怖っ。あ、待って、釣れてなかった！盾？そんなの？ふっふっふっやだー、怖いこっこーこっこー、あー、ぶね、ういー、いえー、三方向からそして吸い込んでいく、3000。まあ、ほどほどっていう、初見プレイなりな、なんかそんな感じだった気がする。タイムボーナス入って、コインコンプリートオンリー。まあ、コインコンプリートぐらいはいけると。まあ、こんな感じなんじゃないですか、とりあえずは。まあ、やり込んでいくにつれて、どんどんこう、ね、より称号が集まっていく。これ多分コンプリートは称号のうちに入るだろうな、これ。で、3面までは、あれ、あ、え、え？お？終わり？マジ？ちょ、一回タイトルに戻って、あ、パーセンテージ見ましょうよ。とりあえず。4% 増えてる。嘘ー、マジかよ。おい、進化値抜きの倍ぐらい、倍入ってるんだな。どっちが難しいんだよっていう。ちょっと、コンプリート要素あるかわかんないんですけど、ちょっといろいろやってみましょうか。ノーダメージと、スピードキングと、フルコンボ。これでパーセンテージが上がるのかどうか。上がらなさそうだけどな。なんかでもこれだけ上がったら。とりあえず要領分かったんで、もう一回ちょっとやるだけやってみて、いろいろ判断してみましょうか。オッケー。はい。で、これちょっとダッシュ。斜めに打てるようになると強いですね、これ多分ね。斜めの感覚が分かると。オッケー。いい。で、こっち来て、ここ。お、素晴らしい。いいんじゃない？で、星の位置も大体こういうところに出てくるっていうのが分かっている。これ一気にスコア上がりますよ、これ。多分倍ぐらいに行くよ。目標は、あ、危ね。36000。カッコー、ほら、完璧じゃん。一回やれば、慣れていくサクサクプレイング。いや、こういうのはモッティ定評がありますよ。アクション&パズル。モッティといえばアクション&パズルみたいなところありますからね。マジで。あ、これ？す。はい。弾溜めて、カッコー！発射からのは、ま、ちょ、危ない。あ。おー、いいね。ちょ、待って、わかんないけど、これは、やばい。ミスったやつ。もったいない！まあ、一応フルコンボは決まってるし、ノーダメージも決まってる。いいんじゃない？一応。多分スコア的には、今のはワードちゃん最後吸って、ババーンが一番いいですからね。はい。よいしょ。はいよ、ワードちゃん来て。はい、ワードちゃんここ。その間にコインを取っていく。裏側に隠れる。ふっ。はい、ワードちゃんここよ。はい、ワードちゃんこっち来て。はい、ここ。はい、ここ！はい、完璧。でもここはなんか、倒さないで、吸った方がいいんじゃねえの疑惑は若干あるんだけど、知らない。とりあえず、こいつが怖い。うい。星が出ねえぞ、そこ。星出してくれよ。星を出してくれ。ふっ。はい、一個、ワンダメ。
2ダメージ。これは、打たせた方が良かったやつ。ほっ、ほっ、よし。で、最後に吸って、あ、ちょうど50なんだ。あ、達成！やったー！フルコンボー！フルコンボー！ 50 コンボー！フルコンボー！ちょっとカービィの声と似てますよね。で、これでタイムボーナスが入って、ノーダメージが入って、コンプリートも入り、フルコンボも入り、43000！ あれ？スピードは？あれ？あれ？あれ、スピードは、入らない感じなんですか。まあでもとりあえず、じゃあ、どうだろうな。まあ一旦とりあえず、ちょっとこれ、でも多分全部揃えたらなんかあるみたいな絶対あると思うんで、ちょっとごめんなさい、もう一回やります。すいません。すいません、もう一回やります。ちょっとこの辺は、研究。もうギリギリになって、これは無理だと思わない限り僕は攻略サイト見たくないっていう、そういう何がしがある。ゲーマー魂的な何がしが。じゃ、スピードキングでしょ？ RTA でしょ？ RTA だけだったら、RTA だけだったら得意っすから。こうだな。RTA だったら得意だからな。あ、あ、OK。んで、次？あー、あー、なんか、向きがよくわかんない。こっこっよくあるやつマリオの RTA とかでよくあるやつ星が出る位置でヒップドロップして待つやつほっ、あ、ちゃ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 まあいいんですよ、別に。ほっ！ノーダメージとか求めてねえから。おっ！いいよ、いいよ、いいよ。ゴン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 。あー、間に合わなかった。映画ジャンプ間に合わない。いや、いいな。これちょっとこういうさ、このぐらいの難易度の、割と簡単なゲームだったら、こうやり込んでいきたいですよね。なんか黙々と、やるには、楽しい、そういう、難易度な気がする。気がする。おー、なんか完成してきたね。ルートがだんだん。ルートがだんだん完成してきた。完成してきた。あ、こういうの楽しい。クッコー！完璧でしょ。どこだっけ？こうだっけ？まあ、なかったーまあ、とにかく間に合っていく。49秒だったら早いんじゃないの？で、ちゃんと相手に星を打たせよ。打たせよ、打たせよ。打たせて、さっきなんか壁とかに被っちゃったから、多分、あれなんでしょう、きっと。で、速さ集めてくんだったら、これ、コンボ繋げずに、これの方が多分、初ダメージ早いと思うんで、スピードキングだったらこっちじゃない？まず一発。はい。で、はい、ドシンやって、はい、ドシンやって、はい、二発、おっと、いや、あれ二発分なんだ。あ、強い。で、まあ、コインは取れてないんですけど、これ1分5秒、1分5秒。早い。で、これでとりあえず、多分、もし、これで、その、フルコンボが、あー、そういうことなんだ。なるほど。あ、なるほど。蓄積されていくわけじゃねえんだ。全部、あれなんですね。いっぺんにやらなきゃいけないんだ。ってことは、じゃあ、多分、これあれだな。多分、増えてないな。パーセンテージ96。じゃない？あ、ですね、ですね。了解。あ、ってことは、じゃあもう、あとはこれだ。ハンターズだ。オッケー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 。お、いよいよ、次回、最終回なんじゃないですか？ロボボプラネット。100% クリア目指して、ぜひともまた次回のパートでお会いしましょう。モッティでした。バイバイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画の下のチャンネル登録ボタンをポチっていただきたいと思います。ロボボプラネットがそろそろ終わりを迎えようとしてます。まあ、最終回近いんで、もしよかったらまだ見てない人とか普段見てない人も見ていただきたいなんていうふうに思ってます。よろしくお願いします。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。問題。はい。日本の戦艦を5つ答えよ。え？ヤマト、長と、コンゴを、あとは？戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。戦艦帝国、ダウンロードは概要欄のリンクから。おー。